岩手県道29号野田山形線は岩手県九古郡野田村から久慈市山形町に至る県道である。野田村野田付近古くから潮の道として知られている。路線は急勾配かつ福音教省の峠が多数存在し、大型車両の通行は困難である。AB、路線の奇襲点と道路現況岩手県県土整備部。 2020年5月30日閲覧。県道の共用の開始。岩手県。2020年5月30日閲覧。県道路線の認定。県道路線の認定。主要な都道府県道及び市道を指定する県です。道路法第56条の規定に基づく主要な都道府県道及び市道平成5年5月11日建設省。国時代1275を建設省。 平成30年12月25日主要地方道、野田山形線野田港区が開通しました。岩手県県北広域振興局土木部、2020年5月30日閲覧、ありがとうございます。